今日はですね、前回肉じゃが作ったじゃないですか。その肉じゃがの応用編。肉じゃがって結構その肉じゃがをベースにいろんな料理になったりするんですよね。っていうのを聞いて、あ、それやりたいと思って、一回肉じゃが大量に作っちゃって、こういろんな料理にその後作っていけるなら楽じゃないですか。結構助かるなと思って、いくつかあって、その一つ目はカレー。肉じゃががカレーになるってなると、なんか美味しそうじゃないですか。まあ出汁も教わって、その出汁を使った肉じゃがで、それがカレーになるっていう、ね、もう味がどんどん積み重なってって、めっちゃ塩分高そうですね体にいいかなそれいやでもまあヘルシーにね、野口さんと一緒にこう作ってってるんで、ちょうどいい塩梅にきっとなってるはずなんですけど、全国のレトルトカレーとか取り寄せて食べ比べたりして、好きなの探したり実はしてるんですよ。けど今のところ100時間煮込んだカレーみたいなのあるじゃないですか。知ってる、知ってる。知ってます知ってます。あれ素晴らしいですよね、うん、美味しいです。あれはうまいですよって僕は思います。私も思います。あ、すごい、これいいですね、相性いいですね肉じゃがカレーなんですかね。はい、よろしくお願いします。作った肉じゃがの残り、カレーにしていきます。じゃあ水ね。中火？中火。中火ですね。はい、もうこれかな。混ぜながら温めて、沸いたところでルーを加えましょう。混ぜながら、これはもうずっとかき回すながら、うん、時々で大丈夫です。時々で、よいしょ。蓋してした方が早く。あ、ですね、うん、OK。 よいしょ。こんくらいになったらもう、うん、カレー粉にしていいですかね、はい、ルーこれ全部投入でいいですかね。はい、蓋をして煮込みます、はい、あ、ちょっととろみついてきたんじゃないですか、うん、こんぐらいが目安ですかね。そうですね、今回は肉じゃがをベースにしているので、うん、肉じゃが自身に味がついているので、そこに普通にカレーを作る牛を全部入れちゃうと味が相当濃くなってしまうので、確かに少なめにしています。確かにそうですよね、うん、肉じゃがの味にどんくらい足すかって、足しすぎになっちゃいますもんね、通常の量入れたら、うんうん、そう、味見をねして作ってくれるとみんないいと思う。確かに、だからこれはなんかそれぞれの肉じゃがのスタイルがあるから、うん、味見しながらそれぞれでやってもらうっていうのがベースになりますよね、うん、これなんか足すもんで、もしね、足すとしたらソースとケチャップ。ソース、ソースって何ですか、うん、ウスターソースとか。ウスターソースでも中濃ソースでもお家にあるソースで大丈夫です、うんうんうん、ああ、なんか人によってお好み焼きのソースとか使う人もいますもんね。そうですよね。今回って何かあります？今回はね、おすすめがココアです。ココア、味というよりは肉じゃが自身が甘いので、うん、風味をもう少しビターな感じ。確かにちょっと甘かった、うん、今。そうなんですよ、うんうんうん、だから味見する前提だからちょっとずつですよね、うん、きっと。そうです。こんくらいかな。そう、でもこんな量で変わります？でも、もしあるなら味を見ながら、ちゃんと香ります、うん、風味も若干感じる、うん、十分かも。ほんのちょっぴりケチャップ入れていいですか？もちろん。
面白い。こんぐらいにして煮込んだ方がいいかも。うん、うん、このまんまで。はい、じゃあ少し蓋は開けつつ煮込みましょう。これ少し開けたバージョンですね。はい、いいじゃないですか、美味しそう、うん。